開幕まで4ヶ月余りに迫った大阪・関西万博に向け、広島でも機運が高まっています。会場に設置される椅子を県内の企業が手掛け、ツアーの受け入れ準備を進めています。皆さん、こんにちは。広島市内の商業施設に登場したのは、大阪・関西万博の公式キャラクター、ミャクミャクです。開催まで140日を記念したイベント、多くの人が万博について学べるクイズに参加したり、チケットの購入方法の説明に聞き入りました。楽しみになった？こういうイベントを通して、そういうのが分かって子どもらも興味持ってもらえれば行こうかなと、はい、思います。万博もっと難しいっていうふうに思われる方もいっぱいいらっしゃるんですけども、子どもさんにでも分かりやすくですね、ちょっと知っていただくきっかけになればいいなというふうに思ってます。広島から万博に関わる企業もあります。府中市の家具や額縁を製造する会社です。 NPO 法人とともに社会課題の解決を目指す特別プロジェクトに応募し、見事選ばれました。製造を手掛ける椅子が万博会場に設置されます。採択された後に、なんか事の重大さがやっと分かったというか、周りのやっぱりこう反響がすごかったので、市長さんとかからも言われたりとかして、そのやっぱ驚きだと思います。肘掛けや背もたれがないスツールと呼ばれます。額縁作りでは欠かせない45度に切断した木材同士を直角につなげるとどめの技術が用いられています。強度が強いのって、はい、3本でも OK で、あとはまあシンプルにこう45度で美しいというか、そういったところをなんかスツールの足の部分でもなんかこう表現しているかなと思います。はい、普段から工場見学や額縁作り体験なども行っています。万博の開催中には海外からの来場者向けのツアーを受け入れる予定です。商品の精巧な作りとか座り心地とかっていうところが、国内の方、国外の方でいろんな方に体験いただくっていうこと、それを踏まえてこういう実際の広島のこういった山あいに来ていただくっていうような、そういったところまでを全部できたら一緒に体験していただけると、我々としてもとか、あとは町としてもありがたいかなと思ってます。はい、ということで井上さん、万博行く予定などはありますか？今のところはないんですけれども、広島のこういった技が世界のたくさんの人に見てもらえる場っていうのは行ってみたいな、気になるなと思いました。どんな風に見られるのかというのもね、楽しみなところではありますよね。日程お伝えします。こちらです。期間は来年の4月13日から半年間開かれ、海外から170の国や地域などが参加する予定となっています。基本的な入場までの流れを説明していきます。まず専用サイトで万博 ID を登録、その後入場チケットを購入します。次に日時を予約し、そして訪れたいパビリオンやイベントなどを申し込みます。運営側はできるだけ多くの人に見てほしいということで、混雑緩和のため基本的に予約制としているということです。